なんかジョニーさんが台湾連れてってくれるらしいんですけど、行きます？ちょっと父に確認します。もしもし、あ、もしもし、お父さん、うん、あの台湾に連れてってくれる人がいるんだけど。うん、え、誰？え、台湾の YouTuber のジョニーさんっていう人。え、あの地下室のあの人？うん、絶対ダメ。で、事務所に連れてきて。先生、あのお茶しながら話をしましょう。本影片由九华、兆华摄影器材赞助播出。该店位于芝山站一号出口左前方。凡不要闹观众来店消费，他们会送你一份小礼物。ジョニー、リンテラ、娘を台湾に連れていくそうですね。あ、台湾は4年前に。日台友好で銀海交で行きましたね。実は初めて台湾に行ったのは数十年前です。ウサン島ダムは日本のエンジニア八田洋一さんが中心に作ったものです。八田さんは石川県の人で、私も石川の議員なのでセレモニーに参加しました。台湾は暑かった。でも暑い分ビールが美味しかったですね。台南市がやはり思い入れがあるし好きな町です。ジョニーさん、娘を台南市に連れて行ってあげてください。そして美味しい食べ物いっぱいあったのでぜひ食べさせてもらえたらと思います。大家好、私は石川県から選出されている議員の近藤和也です。パイナップルケーキありがとうございます。台湾の皆さん、石川県も美味しいお魚、そして温泉もありますので、ぜひ皆様こちらの方にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。台湾のパイナップルケーキとっても美味しいです。ありがとうございます。私も YouTube チャンネルをしていて、政治のこととか議員の父親のことを撮ったりしているので、ぜひ遊びに来てください。シーシェダジャー。